どうも。えん。終わりました、引っ越し。なんかね、ちょっと違うでしょ、ちょっと違うでしょ、うん、向いたのってクマさんになっちゃってるんだからね。よいしょ、挨拶しとこうか、お久しぶりだし。はい、お久しぶりです。僕はクマとじゃありません、向いたです。今日からまた新たに頑張っていこうと思っております。どうも、皆さん申し上げております。え、かわいいね、クマちゃんね。クマちゃんになっておりますよ、ほら。まあ、なぜ引っ越したかというとね、あのね、カマで女に襲われ、うん、ちょっと怖くなり実家に帰ってきたんですよ。うん、ただね、実家、私がさ、ちょっとその家を出ている間に建て替えをしまして、私の部屋はもうなくなりまして、ここ実はロフトなんですよ。もうここ天井私の部屋はロフトとなりました。なので今後ロフトでお送りしていくので、動画中にね頭ぶつける、そんな映像もしょっちゅうあると思います。よろしく。うん、ということでね、実はね、るっちゃんもここにおりますよね。ちょっとめいちゃんさん交代しようか。はい、るんくまです。るんくまさんも来ております。見て、るんくまさんかわいいね。うん、クマちゃんのね、うん、かわいいでしょ、ほら、ルンクマでございます、ね、この子たちもね、ちょっとね、自分のお家じゃなくなってまだね、そわそわしておりますよ。実家には姉の家族が住んでるので、甥っ子が2人います。まだね、ちっちゃい、本当にちっちゃいから、うん、1歳2歳、うん、1歳になってないか、うん、そう、小さいからね、もうね、おもちゃにされてるのねルンタはね、よく遊んでる、一緒に。うん、ムイタはね、子供がちょっと苦手でね、ちょっと一緒に遊べないんだけどね。でもまあ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 、楽しくやっております。そして私、2018年、ほら、ついてないついてないって言ってさ、うん、もうすぐ2018年も終わるからね、まあ、あとは大丈夫だろうと思っていた矢先、携帯が壊れまして携帯壊れちゃってさ、もう充電しつつじゃないと使えない充電じゃないや、携帯になっちゃって、うん、持ち歩きができない、そんな携帯になってしまった iPhone6 Plus。 長く使ったな、ほんと4年近く使ったんじゃない。まあね、そろそろダメになっても仕方ないなとは思っていたので、うん、ということで iPhone XS 合ってるよね、にした。うん、すごくいい。何がいいってね、あれ、カメラがやばい。あ、携帯カバーもね、デニムにして。見て見て、この椅子もさ、デニムなんだ。これさ、でも、この椅子って、ちょっと、ルンちゃん、ちょっと下降りてもらっていい？この椅子ってさ、よいしょ。クッションが邪魔。わかるかな？この椅子って、もともとさ、なんか、なんだっけこれ。ニトリとかかな？なんだっけかな？なんかそういうとこでさ、売ってるさ、白いさ、普通の椅子なんだけど、いらなくなったデニムを、縫い合わせて作ってあるやつデザイン私したけど、縫ってもらったのは友達のお父さん。うん、ね、いいでしょ。そう、私はね、このね、インディゴが好きなの。インディゴが、ちょっとクッション返してくんないね。そう、そういうことで、私はこのデニムだらけのケースも、デニムだらけの、うん、ものを使っておりますね。取れるかな、まあ、いいか。 iPhone XS のね、ブラックにした。何でもよかったんだけど、何でもいいから、ちょっと今までにしたことない感じで黒にしてみた。うん、まあね、写真がすっごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗。ちょっとこの辺に出す、どっちになるんだっけ、忘れちゃったけど、ちょっとこの辺に出すわすごく綺麗、本当にこれが一番感動する。うん、でもね、ギガ数は一番ね、少ないやつ。なぜならね、高いから高いからちょっとね、うん、諦めた。もうデータはすぐにパソコンに移してで使っていくことにする。手間はかかるけどね、手間で安くなるならそれでいいわな。うん、ただね、一つ困ったことが、ドッカンバトルと動物の森と第五人格、私がやってるゲーム、これはね、無事引き継ぎができた。ただね、レジェンズがね、できないんだよね。できないの、やばいの。もうちょっとね、あがいてみは、見るけど、あがいては見るけど、ちょっとやばいかもしれない。
レジェンド最初からになっちゃうかもしれない。ブロリー弾いてとか喜んでたけど、まあいいか。まあいいね、大してやってなかったし。うん、レジェンドは最初からやるかもしれない。とりあえずドッカンバトルなのは OK。 うん、よかったよかった。ほんでね、そうそうそう、この話をしようと思ってた。映画ですよ、ブロリー映画ね、私ね、すっごく忙しくてもね、時間が全然ない中、初日行ってきた初日行ってきたよ。やばいね、やばいね。これ見てない人もいるだろうからさ、まあ、特にはこう詳しくは言わないんだけど、とにかくすごく面白い、すごくかっこいいの、やばいのもうね、もう2回は見たいかなって思う。だから私映画何回も見るタイプじゃないけど、もう1回ぐらいは行きたいなって思ってる。うん、やばいね。もうね、なんだろうな、なんだろうな、物足りないよ、あれだけじゃ。なんならもう前編後編みたいな2部作とかにして、あの続きをまだやってほしい。私はもっと見たい。その後どうなるのかとか、もうもっと見たいから、2部作で後編が欲しいっていうぐらいすごく良かった。うん、そう、ということでね、映画はねすごく良かった、これをね伝えたかったでね、であとブロリーのさ、一番くじやってたじゃない、今やってんの分かんないけど、あれさ全然やってる場所見つかんなくって、でやっと見てたらさ、もうさ、ほとんどラストワンのブロリーしかなくって、あとなんか別のやつがまだまだいっぱい、30ぐらいあったかな、30個ぐらい残ってて、さすがに買い占められるようなあれじゃないしもうね諦めて、で次の次の日行ったらもう全部なくなってたから、誰か買い占めたんだろうね。悔しい、ブロリー欲しかった、あれめちゃくちゃ欲しかった。まあ仕方なしやね。ん、誰か帰ってきた。そうなのよ、引っ越ししてさ、私一人じゃなくなったからさ、動画を撮れる時間っていうのがさ、結構限られてくんのよ。でロフトで筒抜けだからさほなとかやってるとさ、めっちゃさ響くわけ。だから皆さんが、ご家族の皆さんがよ、お出かけしてる時にこうやってひっそりこっそりやるみたいなスタイルになるから、動画の本数とかがちょっとね減る可能性もあるかも。もしくは顔出しなしでひそひそ声でとかになるかもしれない。ちょっとね、どうなるかわからんよね。まあ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 、当分の間もこのスタイルでいく。今日はね、ゲームの画面出さないから、ちょっとここでやってるけど、画面出すときはパソコンの前に行くから、ちょっと違う感じになる。今日だけ、今日だけこの感じにしてみた。うん、他に何か伝え忘れてないかな。そうそう、天下一武道会ね、全然できなかった。優勝1回だけだったもうね、全然時間なかった。でさ、どうしてもその映画を初日に見たかったからさ、そのために他のことは全て犠牲にしたよ引っ越しと映画ブロリーのためにだけに私はちょっと頑張ってきた頑張ってきたよ。うん、でね、前のさ住んでたアパートをさ出るときにさ、アパートの人たちと仲良くさせてもらってたから、うん、でお隣さんとご飯食べたりして、でその時にこのね、このよいしょ、ムイタさんとルンタさんの着てるね、このお洋服をねプレゼントしてもらったわけね。お揃いだわね、かわいいでしょ、やばいでしょ、クマちゃんになるんでしょ、よいしょよいしょ、はい、ほらね、そう、巻いたところを去る寂しさはあったけどね、あ、まあこうやって新しいところに来て、また新しく頑張っていこうと思ってるルンタさんなのであります。そういうことでしょ、そういうことでしょ。うん、ということで今日はまたね、動画をね再開しますよっていうお知らせをさせていただきたいなと思って動画を撮っておりました。うん、ちょっとね、頻度がねどうなるかわかんないけどね、これからもね、まだまだね続けていくんでね、よろしくお願いいたします。うん、まに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 、ういたくんもご挨拶し、あんた太ったね、ちょっと、うん、あ、はい、ということで、むいたさん、あそこ向いていくよ、せーの、ほな